能登半島地震の被災地支援のため、県議会は総額50万円の義援金を送ることを決めました。ご異議ありませんか。それでは採用決します。なお、県議会は今日、議会運営委員会を開き、能登半島地震の被災地に義援金を送ることを全会一致で決めました。義援金は議員1人当たり1万円と、互助会からの拠出金合わせて50万円です。元日に発生した能登半島地震では、これまでに238人が死亡、住宅2000棟以上が全半壊しています。四国の他の3県の議会も、それぞれ50万円の義援金を決めています。我々議会としましてはですね、被災地の復興に少しでも資するよう義援金をはじめですね、高知県あるいは日本全体でですね、被災地を支えてまいりたいと。高知県でも中山間地域の交通網の寸断ということが多々発生するだろうということが予測されます。物資の分散のですね、備蓄のあり方等を進めていかなければいけない。県議会はこれまでにも東日本大震災の被災地に総額200万円の義援金を送っているほか、2018年の北海道胆振東部地震でも50万円の義援金を送っています。